トムさんの方から、はい、立って、はい、皆さんこんにちは。あ、また、まあ、パラリンピックは予定できなかったんですけど、本当に、まあ、三井さんもいろいろ言ったんですけど、相手のリスペクトがもらった、だから本当にもう一歩になったかなと思います。まあ、いろいろ選手といろいろ話して、うちの仕事は終わってないです。だからそこ、そのぐらいの男子もエネルギーあるんだったら、選手たちがエネルギーあるんだったら、まあいけるかなと思います。だから本当に、まあ、ロースまでまた新しいチャレンジですけど、楽しみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。では着席してください。まあ、オリンピック終わってからもちょっとダウンになって、で、まあ、家族といろいろ話した。でそこから、あの、まあ、選手といろいろ話して、でそこすごい大きかったかな。このチームが、あの、まだまだまだいろいろできる、だからそういうメッセージが聞いて、なんかもうできるかな、でもうやろうかなと思います。はい、時間かかったんですよ、間違いないです。本当に僕は迷ってたんです。あの、まあどうしようかな、なんか好かれたかな、なんかいろいろあったかな、なんかでもリフレッシュになって、やっぱり、あの、まあいろいろ考えて、7階に落ちて8階立つじゃないですか。そういうマインドセットとか、そういう気持ちがあります。はい、あの、まあ、パラリンピックの目標は、まあ、ベスト8になったじゃないですか。でもできなかった、だから、まあ、まあ、とりあえずロスにクワリファイにして、でもうベスト8に入りたい。まあ、そこを、あの、まあ、レベルアップしないと良くないかなと思います。だから本当にもう、あの、チームの 強さが絶対もうレベルアップしたい、毎回毎回毎回、それはもう変わってない。はい、まあ、他のコーチとか他のチームの選手といろいろ話して、もう日本のバスケットは面白い、なんか早いし、あのもううちのバスケットはいいと思うよ。だから、まあ、アナリティックバスケットボールは他の国もやってるけど、うちは、あの、天井の一番近いチームです。だからもう本当にもう近いから、まあ、3ポイントシュート、パラリンピックが一番打ったじゃないですか。で一番入った、でパーセンテージは 39%、 だから3位、まあ、そのぐらいのバスケットは必要だよ、あの3ポイントシューティングで。今回はあのペイントフィニッシュ、あの2ポイントパーセンテージはちょっと低かった、だからフィニッシングがちょっと、まあ、まあ、まあ相手がもうゴーベルとかウェンベニヤマも言ったからけど、ドイツも強かったけど、あ、そこを、あの、まあ、50% 近くに行ったらもう勝てるかなと思いますよ。だから近いです。だから本当にあのぐらいなバスケットはもうやりたい。でどうやって上手くなる、だからどうやって、あの、ステップアップする、あれはもう経験、この経験が必要だった。で、あの、続くがしかない。まあ、ドイツ戦は20点差負けたんですけど、あの時はもうシュートあまり入れなかった、2ポイントシュートで、フランス戦はもう良かった、でもまあ惜しかった、でブラジル戦はもう40%何は3ポイントシュート入ったけど、相手のビッグマンが止まらなかったとか、リバウンドもすごかった、で相手も3ポイントシュートよく入ったけど、でも あれはね、オリンピックのトップレベルチームが爆発することあるんですよ。だからそこを、まあ、ロスでうちは爆発するのイメージがあります。とりあえず、まあ、最初は、まあ、オリンピックメンバー、まあ、日本にいるのオリンピックメンバーがもうやりたいとか、そう、まあ、そういう話しました。で、まあ、みんな疲れるかな、もう疲れたかなと思ったんですけど、まあ、もうみんなちょっとやりたい気持ちがすごいあります。僕はもうこれから
若いメンバーあんまり見たない、まあ、合宿を呼んでないメンバーが、まあ、呼びたい、まあ、例えば西田選手が呼べなかったじゃないですか。彼がもうすごい好きですけど、彼のバスケットも分かってます。で違う選手ちょっと見たい。例えば中村とかなんかいろいろ選手がちょっと見たい。だから今回は若い選手呼ぶ今までは呼んでない選手が見たい。で理由はオリンピックメンバーが6人か5人か6人7人が行ったら新しいメンバーがすぐ覚えれる。うちのバスケットは早くにできるから、だから本当にハーフ&ハーフが今まではもうやりたい。これからだから新しいメンバー若いメンバーも今回も例えば脇選手で脇選手が2回も呼んだんですけど、彼の力とかストレングスもあるで、トランジションもすごい特別なプレイヤーかなと思う。もう1回見たい。で、まあ、渡辺リオンとかだから去年の広島優勝したじゃないですか。で山崎選手とか中村選手がオリンピックの前に呼びましたけど呼びたかったんですけど優勝してからなんかチームのチャンピオンシップアジアチャンピオンシップとかなんかあったからもう合わなかったスケジューリング。だから2人もすごい楽しみです。まあ河村選手といろいろ話したんですけど、彼が NBA 入った時にすごい僕は NBA 入った時もう思い出した。だから本当にもうああ彼が今ぐらい考えてるかな、なんかいろいろこの経験になってるかなと思って、で本当に彼のためにすごい嬉しいです。で間違いない長い間に NBA にいるともう絶対上手くなると思います。プレーも気持ちも力もだからまあこれから彼が日本に戻るときにすごい楽しみです。はい、富樫と、まあ、電話したんです、まあ、いろいろ、まあ、話したんですけど、今回の合宿はそういう話はしたい。だからロスまではいけるかどうか分かんない。 でも彼の経験が必要で、彼がやりたいんだったら若い選手が教えたいんだったら残してほしい。でもやっぱり、まあ、4年後はできるかどうか、もう30歳ですよね。だからロスは34歳だから彼がまた気持ちあるかなと思うんですけど、そこは悔しくが話したい。彼と目標は、まあ、勝ちたい、上手くなりたいで、まあ、今月の試合 もう勝ちたい、当たり前です。でアジアカップも2年前は何覚えてないんですけど、そんなにイラン戦とオーストラリア戦で負けて、だから本当にアジアに1位になったじゃないですか、ワールドカップ。だから本当にもう優勝したい。はい。